おはようございます。2011年4月5日火曜日、6時6分になっちゃいましたね。6時5分です。予定でしたが、ですね、今日はちょっとね、原発の話、ここのとこそんな地震とかのばっかり言ってますけど、ただもう本当にもう原発のどうにもこうにもね、収まらない状態になっていて、ですね、まずそのすごい、これは大きな話になるんですけども、その低レベル汚染水を海に放出ということで、すごい高濃度の放射線を含むその水がですね、ドバドバと漏れているということで、それをなんとかしなきゃいけないと。でそのためにはどこかにその漏れてるものをですね、一旦貯めて処理をしていくということをやらないといけないんで、その貯める場所をですね、作るために低濃度の汚染水が溜まってるところを全部放出して、でそこに入れるというような話になってます。で確かにですね、その策としてはこれ本当にやらなきゃいけないところなんですけども、ただこういうことまで、やっていかないといけない状況になっているというのは、かなりですね、本当この何ですかね、とんでもない状況になっていると。で今までは本当にその何としてでもその食い止めようとしてたんですけども、あえて自分たちがそのあえてそういうものを放出せざるを得ないというところにまで来ているという、この現実の厳しさですよね。その低レベルのものがですね、漏れまくばらまくことに対して、その環境どうのこうのと、そんなことはまあとりあえずそんなにね、大騒ぎすることではないとは思うんですけど、それ以上にそこまでやらなきゃいけないということの方がすごく重要だということを意識しておいていただいた方がいいのかなと思います。なんていうんですかね、本当そのかなり緊急事態になっているということですね。で、当初そのピットという縦穴、ピットという場所からですね、そこに亀裂が入って漏れているというようなところでこう騒いでたんですけども、なんか入浴剤とかをですねばらまいて、そのどっからどう漏れてるのか見たりとかしてたんですけれども、一向にその色の変わった水が出てこないとかいうことがあってですね、全く違うルートから出てるという話もあってですね、でまあそのピットの下にから伝って漏れてるというのがあるという話が出てきてます。でですね、これに関しては私はね、まあこれはその後からだったら何とでも言えるって言えるんですけども、当初からですね、私見てて水の漏れる写真がありましてね、あれとその最初にピットっていうところをこう指さしてる写真とかがあったんです。2つを見た瞬間にですね、これ絶対違うとこから漏れてるぞっていうのをね、思ったんです。あまりにもそのピットのっていうところをこうなんか防護服着た人が指さしてる写真とかあったんですけども、あまりにもそのピットの水の表面が静かすぎたなと思って見てたんですね。あれだけドバドバ水が出てるとですね、もっと波立ってるなりなんなりなっててもいいはずやなっていうのが、なんとなくなんですけども思った時があって、これ絶対違うぞっていうのがなんとなくその思ってたところがあります。まあそんなことはね、まあどうでもよくて、結局ですね、何を言いたいかというと、なんかですね、今東電の対策を見てるとですね、ほんの部分部分の、現象だけを捉えてですね、その他の可能性というのを全て否定して、これしかないみたいなところで、そのピットから漏れてるに違いないっていうことで、そこからこう穴を防ごうとかしていたりしますよね。ところが実際は違うところにあると。今までのその最初からその水素爆発が起きたりとかなんだかんだとしてるところからもしても、全てこういうことはありえないっていう、これに違いないっていう、その他の可能性を全て検討せずにですね、いきなりその対応していって、それは確かに急がなきゃいけない部分は事実なんですけども、ただあまりにも目先の現象だけにとらわれすぎて、他の可能性を全部否定してると。そのあたりがですね、今までの全てなんか工程に回ってたことを物語ってるんじゃないかなという気がします。本当今回のですね、
全水そのだからこっちのですね低レベルの汚染水を流すというのもこれも確かに仕方がないのかもしれないですけど、本当にこれでカバーできるのかっていうところがしっかり検討してないとですね、単に、濃いのも薄いのも全部ばらまいて止められなかったみたいな結果になると思う、本当にそれはどうしようもない話になるんで、そこがすごく気になりますね。で、昨夜というかもう本当に、明け方に近い時間までそのね、2時とかそこら辺まで東電が夜あの記者会見とかやってましたけども、そこで記者の人たちがこう突っ込む質問に対しても確認しますとしか言いようがなくて、その場で答えれないことばかりが出てきてると、そんな状況だとですね、どうもその本当にその分かっててやってるのかというか、あのいろんな可能性をですね、否定した中で一つに決めつけて動いてるというのはちょっとね怖い気がしましたね。まあ怖い怖いとは言ってられないんですけれども、本当にそのあらゆる可能性をですね考慮しながら、でまたその水漏れだの何だのっていうのはいろんなプロフェッショナルがいるわけですから、そういう人たちとうまくですね知恵を借りて本当これはやっていかないといけないのに、なんかですね全て一つのことに頭をこう思ったらそれだけしか見えてないような感じになってる気がして、ちょっと気になります。さて、そんなことを言ってるうちに今日はですね、もう13分になろうとしておりますが、まあ、気になるんですけども、ただね、経済は経済というか、他のしてない地域は、本当にそれはそれで、しっかりと経済を動かさないといけない、そのお花見自粛とかっていう、そんなね、あの、あんまことを言ってないで、本当にそのいろんなところで経済を動かす活動をどんどんしていかないと、本当にその間に合わないと、あの復興をね、本当の意味で支援できないというふうに思います。さて、そんなところで、今日ねちょっと天気はだんだん昼間暖かくなって良くなってきてますので、ね、なんだかんだ言いながらも春の花もちらほらあちこち咲き始めてますから、そういうことをですね意識しながらやっていきましょうなんだかよくわかりませんが、まあ、ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。